こんにちは、柏山内の今日のインテリエント始めさせていただきます。今日のお話のテーマは気になる議員の発言、え青山茂春参議院議員とえそういうテーマについてお話ししようと思います。まあ、正確にはね、あの今回はね、こう視聴者のね皆さんにじゃあと僕の方からちょっと質問を投げかけてみると、まあ、そういうテーマでお話をしてみたいと思います。まあ、僕が全部のことを知ってるわけじゃありませんからね、皆様のことが皆様の方がもっとよくご存知かもしれません。 ですから、そういう規定さんにたまにはしてみたいなと思うんですね。まあ、なんかそんなに長くはなりませんでね。えー、まずね、青山議員というとね、やっぱり参議院になってから、す参議院議員になられてから、すごくよく活動しておられるなと、個人的にはそういう印象があります。やっぱりね、あの、動画でね。 あれすすごく参考になるんですよあ、そうか日本政府はこういうことを考えてるんやってことね具体的に文献的にチェックができるんでこう僕はすごく重宝してるんですけど皆さんもそうじゃないでしょうかね。でねあとねやっぱりもう一つ挙げるとやっっぱりり内務省がが必要じゃないかっていかてうご提言がありましたこれは私も本当に同じ意見でしてねやはりちゃんと警察を監督する官庁っていうのは必要だろうとこう僕も思うんですよ。 どんな国にあったって内務省はありますよ内務省はね戦争の脇で潰してそれから全然こう復興のあれがないっていうのはおかしな話だねこれからやはり国内の治安っていうのもすごく重要な安全保障マターになりますんでこれはぜひねこの提言を実現していただければなとこう思うんですよまあ、そこまでねまずじゃあ私は何に疑を持っているかっていうと 1>, 1年前前もうちょ1年ちょょい年年かな1年半か1年数か月前にあの確かねあの青山議員は100人ぐらいね議員を集められまして消費税減税か消費税減税を、えー、求めるという集会をなさってたと思うんですよ。でそれは動画にも残ってますからねそれをまあ見てああそうかこれはこの世の中よくなるかもしれないと僕はひそかにちょっと期待はしてたんですけどあれからどうなったのそういうことなんですよ。なんか全然ね 話が聞かなくなったなぁと。消費税減税って、もう言ってはいけない話なんでしょうかね、自民党には。あのね、えー、隣にね座っておられた安藤議員はね、なんか今回は、まあ、いろんな都合があったんでしょうけど、なんか議員、えー、総選挙に出馬もできなかったと、そういう現状ですよね。どうなってるの、自民党と、こういうわけなんですよ。だから、まあ、あれだけね、100人も集めててね、で、なんか結局全然こう、内容がスかやった、 っていうことだったらあまりにお粗末なのではないでしょうか。まあ、青山議員の責任だと言ってるわけじゃありませんよ。いろんな事情があったのかもしれません。でもそれ以降のねアナウンスっていうんですか、それは全然ないっていうのはどういうことなんでしょうかね。それは聞いてみてもいいですよね。これこれこういう理由で開きませんでしたとそういう話ぐらいはなんかねあればいいのになと思うんですけど、まあ、僕が知らないだけかもしれません。ですからさっき言ったみたいにねあの皆様にちょっと こうこここううこういう話になってましたよってやったらちょっと伺いたいなとこう思うわけなんですよ。でねあの結局ね何が問題かっていうとやっぱりね一つの方法としてはね新たたなななな派閥にの良かかっんんじゃないのかなとこう僕はぼんやり思ってたんですねやっぱりねあの減税という問題はね政治勢力にね自民党内部の政治勢力にすればよかったんじゃないのと例えば国会における N 国みたいですねあんな感じで。 そうすればよかった。100人もいたらなんとかなるんじゃないかとこう思うんですけどね。だから消費税が導入されてもう30年以上経つわけですよね。ですから、増税のためにね。景気がガクッガクッとこう押していくわけですよ。この現象を政策的にそろそろ評価してもいい時期なんじゃないのかなとこう。僕は個人的に思います。 であの自民党の,あのね、あのー、国民負担率ね租税とか、えー、と保険費とかねああいうのを全部合わせたのが大体もう50を超えようとしてるんですよ、ね、だから江戸時代の感覚で言うと本当でんよそんなにね国民の負担がーっと重くなってるのはそれで「さあ消費税はもっと上げよう」という声はあっても消費税を下げようという声は本当に聞かれなくなってしまいましたこれねなんとかねならないんでしょうかね ずっとね青山議員が戦闘機ってやっておられたんですからこうやればなんとかなるんじゃないかとかそういうお話でも僕は伺いたいなと思ってるんですけどこう僕の耳がねツンボでねあのー、聞こえないだけなのかもしれないと思ってちょっと皆さんにお伺いしようかなとこう思った次第であります基本的にねやっぱりね高齢者のね高齢者の雇用問題だと思うんですよ本質はねだから農業とか林業とかねロボットでやったらできそうなこともあるじゃないですか。 早急にね、それは高齢者はどうやってこう快適に働けるかそういう労働環境を作るかっていうことが今後の課題だと思うんですよね。でこれかから高齢化を迎える国国国っていううののは、お隣の韓国とか中国もそうですよね。ですから高齢者の方が、えー、っと働ける環境を作るっていうことは大きなビジネスチャンスでもあると思うんですよ。だからね早くねそういう具合にしてもう働いてちゃんと自分の保険費ぐらいは払えるみたいな。 高齢者の方がねそういう具合にしたら今の問題っていうのはだいぶ解決されるんじゃないでしょうかですからなんか早くそういう方に動いてほしいなとこう僕は個人的に思っていますでも、まあ、マクロ的にはねやっぱり、ね、国民所得を増加させなきゃダメなんですよあの正直な話ね岸田首相はね頼りないですよねあなんかね単にねなんかばらまきやってるだけにしか僕には見えないんですよちゃんとこういう具合にやって 国民所得を増やしますというね、大まかなね、枠組みっていうんですか。全然ないでしょう、記者さんね。全然、やっぱ経済に疎い人、あかんなあというのは、本当つくづく思いますわ。ね、で、あと二番目ね。二番目。二番目は。えー、っと、メタンハイドレートですよ。メタンハイドレートというと。もう本当に。えー、っと。青山さんがもう。民間の時から。一生懸命取り組んでおられた。一大プロジェクトですよね。それでですよ。 今原油価格がどうなってるかっていうと、まあ、ガソリンの価格が一番ええですからな、まあ、170円よはちょっと下がりましたけどやっぱり160円だなすごく高止まりしてるじゃないですかこういう時に日本独自の資源というのを使うことができればだいぶこのなんですか海外に、ね、流れる富は減る,る,ることになりますからそしたら日本もだいぶ豊かになるのになぁとこう個人的には思うわけですよ。でもでもすね このメタンハイドレートの話全然ここの1年間に全然聞かないんですよ。ここれででどううななっっててるのっていうことなんですよね謎の一番大きいのはねやっぱ青山これはね率直に申し上げますけど別に青山議員を非難してるんじゃありませんけどやはりこれは議員としての責任としてやはりこうなぜ実用化できてないのかっていうことはお話しいただけないのかなと個人的に思いますねねねこれで、ね、やっぱり、ね、数年前にね。 記事が出てるんですよ文藝春秋に文藝春秋じゃなくて文春か文春の方だな。えー、だから結局ねあの石井義則東大名誉教授という方がですねメタンハイドレードに騙されるなっていう記事をね、えーとえー、2013年4月 4, 4月4日号の「文春で」で、えー、記事になってるんですよ。これねこれすごく説得力のある記事でして今ちょっと調べましたらねインターネットであのすぐにあの検索できます。 だからメタンハイドレートにだまされるなというタイトルで多分こうちょっとググっていただければすぐにツルツルと出てくるんじゃないかなと思うんですけどそれちょっと皆さんもね呼んでいただいてこの吉井石,井か石井名誉教授のおっしゃってることの方が結果的に正しかったんじゃないかとそういう気は僕はすごくねしてかなわなんですがやっぱりね青山議員がこれはこうやったすまんわしの見込み違いやったというかあるいは何かほかに原因があるんだったらね ちゃんとと説明してしてほいなとと思うわけですよメタンハイドレードが本当にね実現できてたらだいぶ日本のエネルギー事情も変わってたはずなんですよねいつ前たってもでしょ10年たっても20年経ってもあかんのちゃいますかこのままだったらでそれをね言ってたっていうのはやっぱりこうすごくね青山議員は国会議員として責任、えー、説明責任があるとこう僕は個人的に思います。 あのすごくねいい仕事もなってるんでねあのだか別に、えーまあまあ、こ,の点この2点さえねあの情報があの少なくともねご本人が答えなくてもこういうことですよということが分かれば僕は、えー、すごく心安らかに眠れますんでもしよかったらですねこの,この辺の事情に関してはこうですよということをご存じの方がおられましたらぜひあのコメント欄の方に一言書いていただければなとこう思います。いやー本当に気に気なって夜も寝られるのですわ <laughs> まあ、そりゃ冗談ですけどでもねこれはどうなんやろうと思って本当前からずっと疑問なんですよねだからあのぜひねあの日本のためになりますんでこういうことを明らかにするとねやっぱこういうね過去の言動っていうか過去こうだったじゃないかっていうことをちゃんと一個一個ちゃんとねあの詰めていかんと日本の政治はよくならんやろうとこう僕は思ったんですよねだからあえてこういうテーマでちょっと一っお話ししてみようかなとこう思いました。まあ、よろしししかったらゆうひんぽちょそしてあのチャンネル登録もぜひお願いします。 いや今日はちょっと短いですけどね、まあ、前日が長かったですからね、まあ、今日はこのぐらい短い短い短いテーマでじゃあ今日はこれでおしまいします。